ペコ、菅川流域図、ペコス川は、アメリカ合衆国のニューメキシコ州とテキサス州を流れる河川。リオグランデ川の支流で、ニューメキシコ州の東部とテキサス州の西部を流れる。名称は、ネイティブアメリカンの用語、ペコス・プエブロに由来する。メスカレロ族による故障として、リオナタゲスの名がある。ニューメキシコ州北部にある、モラ群南西のサングレで、クリスト山脈・サン ドルチャス山南部を源流とし、サンタローザを経て南東、または南へ流れ、サムナー湖を経て、フォートサムナーとローズワイルを通過。サクラメント山脈からの支流を合わせながら、カールズバットの南で、テキサス州に入る。レッドブラフチョスチを抜け、リーブス軍、ペコス及びペコス軍を通り、テキサス州南西部のバルベルデ軍でリオグランデ川に合流する。 中流のニューメキシコ州に建設されたサムナーダム、マクミランダム、アバロンダムは灌漑用のダムで、1906年からのカールズバット開拓計画に利用され、101平方キロメートルを潤している。マクミランダムは1987年に後継となるブラントリーダムに置き換わっている。川の東方には、ラャノエスタカード、エドワーズ高原といったグレートプレーンズが広がっている。 ペコ、菅川の推理をめぐっては長年にわたり、ニューメキシコ州とテキサス州の間に争いがあり、1949年に連邦政府が調停に当たった末、協定を結び決着している。テキサス州西部の牧場が前世紀を迎えた時代、その中でも西端に位置するペコ、菅川よりも西の地域は、ペコスの西と呼ばれ、未開の荒々しい地域を指すごとされた。ここから、 ダッチの西に法はなく、ペコスの西に神はないといった西部劇の例えが生まれ、ロイビーン、チザムといった統治を舞台とした作品に、そのような土地柄が見られる。ワークブーツの一種である、ペコスブーツの名称はペコ、菅川に由来し、元はペコ、菅川流域の農場や、牧場の労働者向けに開発されたブーツであったことによる、レッドウィングの商標だったが、後に、 一般名詞化した。野球の独立リーグ、ペコスリーグもペコ、菅川に由来する。ありがとうございます。